さんこんにちは、わたるでございます。以前私のこのチャンネルで高速道路の暫定2車線についてお話しいたしました。高速道路は本来走行車線と追い越し車線の計2車線ずつ合わせて4車線で運用されるのが基本的な形となりますが、予算的都合で追い越し車線を設けずに走行車線同士で対面通行になっている作りのことを言います。北海道内の場合、道自動車道の一部区間や道東自動車道、後志自動車道の全線が暫定2車線として運用されています。しかし暫定2車線はいずれ追い越し車線を追加して4車線の運用となる見込みの区間であります。そのため北海道内の高速道路では現在4車線化に向けて工事が進められています。現在国土交通省のホームページでは、北海道をはじめ全国にある高速道路の暫定2車線区間について4車線化を進める区間が公表されています。北海道にいる者にとって高速道路の4車線化は非常に重要なことです。 JR の路線が廃線となる中、高速道路の存在はますます大きな役割を果たすことになります。そのためにも暫定2車線の4車線化は必須の事業であると私は思っています。北海道内の高速道路がより便利になるように、私もこの事業を早急に進めてほしいと思っております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。